皆さんこんばんは、佐藤真由子です。今日はですね、生まれて初めてビジュアル系そしてメタルバンドのツーマンライブに行ってきました。なんで行ったかというとですね、こちらです。ジャック・ローズ通信曲ビジュアル J2 タイプ S というですね、こちら北参道で番組をこのジャック・ローズさんがやってくれているんですけれども、その1周年を記念してこちらの、ライブハウスに飛び出して公開収録を行うというイベントがありまして、そちらにお邪魔してきました。初めてね、ヘドバンを見たりとか、シャウトをね、生で聞いたりとかして大興奮の、時間だったんですけれども、本当に、そしてこのマーベラスさんという一緒に出てたバンドの方がいるんですけれども、メタルバンドなんですけど、そのボーカルさんがすごい綺麗で、もうすごいなって尊敬の目でずっと見てしまいました。ぜひですね、こちら2月の26日に北参道放送局で放送がありますので、見ていただけたらと思います。そしてですね、その後は久しぶりにですね、北参道でこちらも放送中の渋沢伊代のノープランにお邪魔してきました。今日はですね、しきちゃんが、渋沢しきちゃんがスターダムの練習生なんですけれども、お雑煮を作るということでですね、お邪魔してきたんですけれども、こちらも番組がてんやわんやになっておりまして、でも最終的にはすごく美味しいお雑煮をいただいていきました。これの渋沢伊代のノープランは、すごいその放送後の時間が楽しいという評判の番組になってます。毎週土曜日21時から放送していきますので、もしお時間ある方は一度遊びに行ってみたらいいんじゃないかなと思います。こちらの番組は私が担当ではないので、いる時といない時があるので、もしね、私にも会いたいよっていう方いたらお問い合わせいただければと思います。今日の写真はちょっとビジュアル J2 の方はですね、写真撮影が NG だったのであんまり写真がないんですけれども、写真載せておきますので、この後のスライドショーもよかったら見てください。いやー、今日は実は睡眠時間が2時間しかなくてですね、この後も多分今日は2時間ぐらいしか寝れないんじゃないかという中で行っておりますので、なんだか顔がやばいかもしれないですけれども、まだ引き続きこれからもこのマヨログお願いいたします。よかったら下の概要欄にFacebook、Twitter のアカウントも載ってますので、よかったらフォローお願いいたします。そしてチャンネル登録大募集中でございます。毎日更新していきますので、応援の意味を込めてチャンネル登録してくれたら嬉しいです。では皆さん、楽しい日曜日を過ごしてください。じゃあね。